ていうことを。うん、なんかね、切ってからダメになったの。いいことだよ、切ってよかった。切る前何もしなかった。そうだよね、切った方が手入れめんどくさいよね。ね、長い時っていいよ、気に入って。異様になんか、スピンの早いとこだけど。朝15分くらい早く起きて。本当。長い時、崖に洗っついてた。うん、悔しい。大豆さん。はい。しまーす。はい、はい、え、ではここでこんなにいろいろ車が並んでるんですけれども、斉藤さんの気をつけてみて。はい、安定。はい。嫌じゃないんですけど、実際カメラ作ってないから、買い替えるとなると、だって僕、ボディ5台あるんですよ。で、それを1台ポラ用にしちゃってて、それプラス、みんな下ほとんどモーターとかワインになってた。で、はい、こちらでプラスエフっていうのがあって、で、レンズはもう、これが14ミリぐらいになって、全部エルレンズなんです。エルレンズ全部持ってる。で、昔あった23ミリ、ワイドツー。上は300ミリとか200ミリの仕事があります。バチバチ。はい、こっち。これからも参考にしたいと思います。よろしくお願いします。はい、美穂さんから、とても嬉しいメッセージがありました。皆さん、美穂さんに撮ってほしいポーズなんかをぜひ言ってくださいとのことです。無言でどんどん撮らないで、美穂ちゃんこっち向いてとか手を挙げてとか、そんな感じで皆さんポーズもね、ぜひ指摘してあげてください。はい、と言っている間にありがとうございました。各種レースクイーンが、揃いました。では最後に、もう一回、皆様のお名前を紹介したいと思いますので、皆様手を挙げたりとかニコニコをしたり、ポポさん、そして最後にクラブフレーズ、斉藤貴子さん、田中ひかりさん、ダブルミュージさん、斉藤のぞみさん、そしてルファーランちゃんでした。はい、皆様、こちらを持ちまして、じゃあ前を5名、前を5名、じゃあパパもうちょっとこう、ま、中央にちょっとこう後ろ寄っちゃってください。で、極力ピッタッと帰ったんで、それでフレーズの方ってどうしましょう。膝立ちにしましょうか。そこに片膝つくような感じ。両膝でもいいですよ。うん、それでもいい。膝の方がいいかな。うん、結構それ膝が痛くなりますからね。違うんです。じゃあパカパカと2、3歩。はい、真ん中行きます。壮観だ。はい。もう一枚。はい、撮ります。はい、もう一枚行きます。
やつ。はい、行きます。それでね、あなたもじゃあ左腕もうちょっとこう、うん、そんな感じで。それで体がちょっとこう横向く。これはやっぱり性の順がいいな。性の順がいいな。どう？怪しい。いい顔だ。はい、行きまーす。もう一枚行きまーす。ちょっとあなた引いてるな。もうちょっと前行ってね。そのぐらいかな。はい、行きまーす。そのままね。もうちょっと上半。そうそう、そのぐらい、そのぐらいね。はい。腕はじゃあ腰に当ててみたら。そう、そんな感じ。はい、ありがとう。もうちょっと上半。そうそう、そのぐらい、そのぐらいね。はい。ちょっと痛いんですよ。痛いです。俺乗せたい。はい、じゃあお願いします。違う。違う。いいや、まず。